増澤恵里子さん。彼女は日本ホテルスクールの夜間部で学ぶ1年生です。宮城県仙台市出身の増澤さんは海外留学制度を利用するために日本ホテルスクールを選びました。ずっとホテルで働きたかったから、昼間長い間ホテルで働けて、で勉強もできるのが充実したと思ってます。日本ホテルスクールは中間部と夜間部を希望するライフスタイルで選択できます。9時20分から始まる中間部と18時20分から始まる夜間部の2つを設置。中間部は授業数や専門科目が多く幅広く学べます。夜間部の授業は1日2コマの集中型、昼の時間をアルバイトなどに活用したい方におすすめです。東京新宿、朝7時過ぎ、増澤さんの一日の始まりです。彼女の研修先は京王プラザホテル。ホテルで働きながら通学するホテルスクールの制度の一つ、国内ホテル研修生制度を活用しています。増澤さんはティーラウンジでウェイトレスを担当。朝の8時30分から17時まで勤務しています。研修生とはいえ、そこは一流のホテル。プロのホテルスタッフとしてお客様のオーダーを取り、飲み物、軽食を提供しています。明るい性格ですので、お客様受けだけではなく従業員サイドも、明るくみんな楽しく仕事ができる雰囲気作りに努めていただいていると思います。何でもこなせるだけの力量もありますし、4月から留学すると決まってるんで、彼女にとってはとても有意義な1年になるんだと思いますけれども、お店にとってはというか私にとっては貴重な人材が一人減って寂しい限りですけどね。仕事場で外国のお客様が来るんですけど、使えない英語とかがあったらその日のうちに学校の授業で先生にあれなんていうのって聞いて、で次からもう言えるようになったり。仕事が終わり職場を出るのが夕方5時半。お疲れ様でした。一日どうでした？疲れました。疲れたです。今日は頑張ります。頑張って。行きます。これから学習の時間です。昼間働き夜日本ホテルスクールに通う増澤さんにとって授業が最も大切な学習の時間です。目的があるからこそ集中して授業ができます。夜間部には増澤さん以外にも仕事をしながら学ぶ学生が1学年で150名以上います。それぞれ目的を持って学ぶ同級生はいい刺激になるそうです。夜9時、充実した1日が終わります。お疲れ様でした。ハードですね。めっちゃハード。他にも頑張ってる人がいっぱいいるから頑張らなきゃなって思います。楽しいですか？楽しいですよ。夜間の授業の後、電車に30分乗り、京王プラザホテル社員寮に帰ります。国内ホテル研修生制度は、研修先の社員寮に安く住むことができ、自活生活を考えている生徒さんには最適です。帰っても友達がいっぱいいるんで寂しくならないし、寮でよかったなと思います。昼間の仕事と夜間の学習を両立させている増澤さんには目標があります。やっぱTOEICを伸ばす、今まで以上に頑張って伸ばそうと思います。仕事をしながら学びたい、日本ホテルスクールではそんなあなたの夢を応援します。